はいみなさんこんにちはそれでは今からですねこちらの今回ですねレックから新しくリリースされた2017年の5月担当目標と2017年論文のですね目標のパンフレットですねこちらの紹介動画をですねさせていただきます担当しますのはレックセニコーシカゲンマと申しますよろしくお願いしますはいではですね今申し上げた通りですね今回レックから新しくパンフレットがリリースさされました なのでですね、えーまあ、こちらのですね、動画で、えー、このパンフレットがですね、えーまあ、どんな内容のことが書かれているのかなということを、まあ、ざっくりとですね、えー、もう5分ぐらいになりますけれども、えー、紹介させていい、ただきます。はい、で、えー、具体的にはこのパンフレットですね、えーまあ、どういった試験をですね、対象にしているのか目標にしているのかといいますと。 まあ上にもですね書かれている通り2017年の5月担当と2017年の8月論文を目標としております。はいですんでまあパンフレットですね、これかなり分量があるんですけれどもえこちらの動画についてはえまずですね2017年の5月目標の担当講座 はい、そして2017年8月向けの論文の講座、そしてあとはですね、えー、その2017年の8月論文にですね向けて討論があります、論文の討論がありますんで、その論文の討論についてのね質問会、えー、こちらのですね紹介を以上ですね三点させていただきたいと思います。はい、ではですねまずはよいしょこちらのですねパンフレットでこうですね20ページに担当上級講座というですねページがございますが。 今回、ですねレックは従来、担当特別講座、担当上級講座と2本立ての担当講座ですね一本化してもう上級講座という形で5月目標のですね講座を展開させていただきます。はいでこのですね講座の対象者はですね初めて担当式試験を受けられる方、そして可年度です、ね、担当式試験を受験された方、特にですね区別はございません。 2017年の5月の担当式試験を本気でですね合格目指している方をですね対象とさせていただきます。はいそして、コンセプトですねこの担当上級講座のコンセプトは、まあ、当たり前ですけれども合格点を取れるというところになります。はい、で会計試験担当式試験においては合格点が7割です。満点取る必要はありません。 さらにですね、えー、場合によっては、試験の難易度のですね、えー、工程によって、その7割という基準も、えー、ずれていきます。はい。ですんで、とにかく会計試験において大事なものは、みんなが取れる問題を正解するというですね、えー、まあ、この大原則に従いまして、この担当上級講座ですね、みんなが取れる問題を確実に取っていこうと、えー、いうことをコンセプトにおいて、講義を展開させていただきます。はい。で、5月の試験というのは、 12月試験と何が違うかというと、大きく分けてですね、違う点が2つあります。はい、えー、まずですね、担当式試験までの期間。12月試験をですね、目指す期間というのは、1個目の5月の試験からですね、12月までの期間に比べて、今回12月試験終わってからの5月までの期間の方が短いんですね。5ヶ月しかないんですよ。 5月終わってからの12月というのは7か月から8か月ありますけれども12月終わってからの5月というのは5か月しかありません、はい、この短い期間でまず勉強していかなければいけないというのが違う点の一つ目、はい、そして二、えー、つ目は8月の論文までの期間が短いと12月試験終わった後ですね8月論文まで8か月間ありますけれども 5月試験終わってから8月論文までは3か月しかないんですね。はいこのようにですね12月担当と5月担当では、えー、少しですねこう勝手が違ってきます。はいそここででまずですねこの担当上級講座 5月担当までの短い期間で効率的に勉強しようとそして効率的に勉強して合格点を取っていこうというところを一、ね、番のコンセプトに置いておりますので単純に合格点、ね、満点、えー、取るということではなくて合格点をです、ね、取っていきましょうというだけでなくて短い期間で効率よく勉強して合格点を取っていきましょうというところですね一つ念頭に置いております。はい えー、そして、まあ、担当上級講座と目を打っておりますけれども、八月の論文までですね。えー、まあ、期間がですね、短くなるというところで、まあ、少しね、論文、え、なんかもですね、科目によっては意識した、えー、講義になっております。はい。で、まあ、私ではですね、この担当上級講座の、えー、まあ、これ財務諸表論ですね。 財務会計論の理論の方ですを、ね、担当させていただいておりますけれども簡単にまあどんな、ね、講義をしていくのかということで、まあ、私の講義ですともう完全にあのレジュメを使って講義をしていきます。で、まあ、ちょっとです、ね、このレジュメ持ってきちゃったんですけれども、まあ、こういった形でこれは資本取引損益取引区分の原則という、ね、ところになりますが、まあ、図をです、ね、使って理解を促進していきますしあとですね 財務会計論の理論というのは計算とのリンクというのがかなり重要になりますので、まあ、こういった形で計算をですね数字を使って、えー、理論の、ね、文字で表した部分がみんな計算でどうやってやっいるのかなというところを検証していったりだとかしていきますはい。あとまあそすですね図なんかを使ってかなりこう理解をですね促していくような講義になりますんで。でもう単純に ね、理論だから暗記をすると一問一答暗記するっていうような講義ではなくてまあしっかりと理解をして財務会計の全体像をねつんでいきましょうという講義をやっていきます。はい、でさらにですね、まあ、こういった、ね、短い期間で理解を、ね、していくっていうことに加えて論文までの期間が短いんで担当上級講座5月向けでは。 このようにですね、まあ、少し論文のですねこれ過去の当連から抜粋してきたものなんかをレジュメの中で紹介して、えー、紹介しながらねインプットを促していきましょうと、えー、まあそういうこともやっていきます。 過去の当連であったりだとかあとはですね過去の論文式試験ですねこちらの方をですね適宜使いながらです、ね、やっていくことによって合格、えー、担当です、ね、受かった後の3ヶ月間ですね論文までですねスムーズにこう移行できるような形で、えー、講義を展開していこうかなと思っておりますので、えー、まあどの科目もそ、ね、らくこういう形で効率的な、ね、講義というものを心がけているというところですから、えー、ぜひですねこの担当上級講座をご検討していただけたらと思います。はい ではですね、二、えー、つ目、えー、今度論文の講座の方うですね、紹介いきましょうか。はい、えー、論文、えー、グレードアップ講座ですね。これは来年二千十七年の。八、えー、月の論文式試験を目指すね、講座になりますが。えー、こちらのパンフレットですと、三十四ページにですね。この論文グレードアップ講座の紹介が、えー、あります。はい、で、えー、この論文講座については、えー、レックはですね。 まあ2本走っていると思ってください。まあ、1つはですね、えー、WebDVD 講座ですね、えー、これはもうすでにです、ね、収録が、えー、終わっておりますんで、えー、このですねパンフレット、そして動画をですねご覧になった、えー、もうその瞬間から、まあ、その瞬間というと大げさですけれども,もうそのあとすぐに、えー、お申し込みされた場合には動画をですね視聴でき勉強できるようになっております。はい、でそれに加えて生講義ですね 8月のですね、論文式試験を目指す生講義が12月のですね。半ばぐらいから科目によって順次ですね。開講していきます。でこの生講義は8月、あごめんなさい、八月を目指すんですけれども。3月の中旬ぐらいまでですね。各科目、生講義が走っておりますので。まあ、そこで、実際ですね、通学できる環境に身を置かれている方はですね。通学することも可能かなと、いうそうい講座になっております。 はい、でコンセプト、ですね当然論文講座、担当式試験で獲得した知識を書けるようにしなければいけませんということで,で,す、ね、ですか担当式試験、まあ、当然考え方もです、ね、問われますけれども、えーまあ、多くの場合はです、ね、担当というものは知識を持っているかというところをです、ね、メインで聞かれます担当の問われる、えー、ところというのはです、ね、知識ですね知識面。 で、えー、論文というのはこの担当で得た知識を、ね、しっかりとですね考え方を組み立て,て要は自分のですね言葉で書けるかというアウトプットこれが求められます。これが論文ですただ、この得た知識を、ね、しっかりとアウトプットできるかどうかというところに関してはしっかりと理解していないとこれ書けないんですよ。 しっかりとした理解が構築されていないと問題に対してねしっかりと答えるということができません。ただ覚えたことを答案に表現すれば OK というわけではないんですね。聞かれたことに対してちゃんとですねキャッチボールができるかと相手にね試験員の先生にしっかりと求められたものがですね返せるかこれが問題なんですね。なので覚えた内容を単純にアウトプットするというよりは自分のね理解と組み合わせて問に対して素直に答えるとこういうことが必要になってきます。はい でですんで、まあ、論文講座ではですね、ここですね、ここの部分、ここをですね、重視した講義をしていくと思ってください。で当然、まあ、当連なんかでね、このアウトプットの具体的な方法なんかもね、見ていきますが、えーまあ、講座自体は、ね、この理解というところ、そして答案が書けるようにということをコンセプトにですね、どの科目も、えー、展開していきますんで、で当然、担当ではね、えー、習っていない、もう少し深い、ね、知識の部分っていうのも、えー、この論文講座には入っていますんで、まあ、イメージとしては、理解プラスアルファの知識と。 思っていただければ、それがから、この論文グレードアップ講座になります、はい。単純な暗記ではなくてですね。しっかりとした理解を構築していこうということがですね。一番のコンセプトになりますんで。えー、まあ、こうですね。しっかりとやっていけば、必ず口頭案が書けるようになります。 今までですね単純に、えー、暗記をしていて論文式試験に失敗してしまった方もですねもう一度こう自分を見直して、えー、ちゃんとですね考えてやっていたのかっていうことをですね、えー、もう一度見つめ直して考えるきっかけにもなるね講座かと思いますのでまたですねこれもぜひご検討していただけたらと思いますはいで最後にですね論文グレダプトレですね論文のトーレになりますこれは、ね、こちらのパンフレットですと四十三ページに 論文グレードアップ登壇といってこれは REC で実施している8月論文向けの等連になります回数は全部でですね10回各科目10回、えー、ございまして、えー、本試験と同じです、ね、時間帯をですね想定して実施をしていきます。そして難易度 ボリューム何かも基本的には本試験をですね想定したシミュレーションの登壇になりますのでそれを10回まあプラス模試が1回ありますので全部で11回受けていただければ本試験にね十分対応できる力がつくというのが登壇なんですけれども私がですねこの動画で強く言いたいのはこの登壇がですね終わった後にですねレックのですね水道橋港で質問会というものを実施していきます。ははい連は全部でで10 10回回あります10回ですね 10回ありますでこの10回の答弁をですね一、えーまあ、回一回ですね、えー、学習で受けていきますけれども、えー、経営学のですね終わったあと日曜日の経営学が終わった後に、えー、質問会がですね実施されます、えー、また詳しいスケジュールなんかね、えー、別冊のスケジュール冊子なんかを、ね、参照してもらいたいんですけれどもこのですね質問会は、えー、論文合格者、まあ、論文受験生にです、ね、非常に好評をです頂、ね、い,いているですね、えー、まあ質問会で。 具体的にはですね受験生の方はですねどうやって利用されているのかと言いますと、答弁をですね受け終わったら、その答弁をですね提出する前にコピーをして、そのコピーをですね質問課に持ってきて、で質問会で、えーまあ、講師が、まあ、特に企業法財務会計、監査論なんかを、ね、講師が、えーまあ、そのままちょっと採点をしていくと、で悪いところなんかをこう、まあ、直接話し合って、えーまあ、改善点をですね、えー、見つけてで、促していくと、まあ、そういったですね講座,に講座というか、質問会ですね、そういった会になります。 なので、えー、合格者はですねやっぱり質問会が良かったよという声がですね非常に多く聞かれます先日11月11日にですね2016年試験の合格発表が行われましたけれども、えーまあ、この質問会にですね出ているレギュラーメンバーですねほとんどの方が合格されましたで何が良かったかというとやっぱ質問会が良かったと なのでですね、まあもしですね、こう通学できるようなですね環境であれば、ぜひまあこの質問会はね、当然はですね、別にウェブで受けても構わないんですけれども、質問だけ会だけですね出てきてで悪い点をですねちょっとですね洗い出していくっていうですね方法を取られている方もいらっしゃいますので、ぜひですねこの質問会あの利用してみてください。あの本当にですね効果ありますし、まあこれがですねこう一番の売りと言っても過言ではないぐらいのですね実績がありますので、まあ非常に。 いいかなということをですね、私自身も思っております。はい。まあこんなですね、機会があれば私もですね、受験生の時はですね、行きたかったなと思っていますんで、ぜひぜひあの利用してもらいたいなと思っております。はい。本当にですね、合格率はですね、ご質問会出た方は高いんで、非常に有用な会になります。はい。 とということで,ですね、まあ、パンフレットの紹介というところだったんですが、まあ、担当上級講座、論文講座そしてですね質問会の答弁、まあ、についてのですね、紹介をさせていただきました。はい、なのでですね、まあ、今、この動画をご覧になられている方は5月担当を目指されている方もしくは8月論文を目指されている方かと思いますけれども気になった方はですね、ぜひこちらのパンフレットですね。 もうですね、お手数をおかけしますが、まあ、お取り寄せなんかをですねしていただいたりだとかあとはです、ね、実際に本校に行ってパンフレットをです、ね、持ってきてもう少し詳しく見て検討してもらえたらと思いいますはい、それではで、ね、短い時間でしたけれどもパンフレットの紹介動画は以上にさせていただきます。皆さんお疲れ様でした